はい、それじゃあ、バルスの AD 反映率がバフされたのと、バリアがね、バフされたんでね、やっていきたいと思いますよ、脅威バルスを。みんな大好き、脅威バルス。脅威バルスのお時間です。そう !9 取ったのに!まあ、エンチャーは結局な、どんだけ直されてもな、使いこなせるキャラを使うのが一番ええど。別に OTP でええねん。お前神か。お前神やん。じゃあなんで俺2レベルならんの?そんな吸ってなくない？うわあ、くそくそ足りんかったまあ。サポのキルなんで。これな。バリアなんかにするんじゃなかった。こっち逃げるな。ミニオンで死なぬ死なぬあマジ怖い目う痛いの怖い目うこいつうまくね初めてうまいと思ったな。このパイプうまい。普通に。さすがに無理やな。パイプうまいな。え、だから、判断がいい、マジで。あれ、あそこ仕掛ける。判断バッチシやん。敵を倒しました。ダブルキリングキリング眠カット、こねくり回してダメージ上げて上げて。これやると上がるからね、ダメージ。上がるか。俺スキル使ったわ。こっちでいいな。手前でいいよ。うわー、リーシーター俺当たってた？俺9当たってたんだ。知らなかったー。敵を倒しました。味方が倒されました。
移動中です。誰しも同じだ。ミッドレーンのタワーが攻撃されています。味方が倒されました。ネムネムカット、この試合レート高いね。敵を倒しました。移動中です。敵を倒しました。敵チームがドラゴンを倒しました。ね、エクスフラッシュ便利すぎ。うわーお前、お前うまやるやん。おい、本当にうまいやつ来たやん。ネムネムカット、マッチガリオ級痛すぎない？わらわら。いやガリオ級、お前俺のワンパンガリオの動画見てないんか。移動中、危険。こういうね、ワースト、バイク先輩頼りになる。うわやる、ノリノリのバイク様や。やりますね。ネムネムカット、ダライ読みするな。まあ今のは俺もリスペクトが足りてなかった気がした。別に農地につけときゃ僕は平和になれたのに、リスペクト足りなかったね。俺のミニオンだ。ここ僕の会社だ。全部僕が作ったんだ。え？やらない？やらない？マジ？ネムネムカット、いやいねえ。やらない？やらないの？ウルト強いつでも。超高橋、バイセンフック当てますね。いや、こいつうまいわ。ミスった。またおけでもいいけどね。やっぱあれだな、なんか学ぶでから行くとパワーねえな。マナウデじゃねえか。マナウデとかいうアイテムやっぱ死んでるな、もう最近。あ、ごめん。一緒に死のう、もう困った時はさ一緒に死のうよ。いや、やっぱ死んどきゃよかった、普通に。いや、でもここまで連れてきたことによって、ここまでついてきたおかげで、あれだね。今のキルが生まれたと思う。ネムネムカット、結構クソでかい記事出てましたよ。いやワンチャン全然生きれるかと思ったけど。ネギトロガチで真夏にキャライがいつまんのよ。これさ、これ殺せるくね。あー、くそー。
よっしゃー、なんでーにゃー、絶対俺、絶対俺、帰る。ほら、いた。赤バフ最強。赤バフ、赤バフ。ミッドいけそう。敵のチャンピオンから退却。味方が倒されました。移動中です。ウラインには届かない。はい、ナイスネギトロ、俺ソルのブレスもこんくらいくるくる回したい。確かに。おー、俺に会おう。ゴースト、見てきたけどユニオンタワーですな、ユニオンタ一緒。あいつ俺にこすりつきやがった。うらっ、よし。ネギトロ、死ぬがもろとも。危ねえ危ねえ。ただじゃ死なねえよ。健康に行ってきたはよく言ったもので。いや、いいね。いや、パイクうまいね。だってこれ俺6キルだけど、実質パイクのなんか2、3キル俺に入ってるから、俺10キルぐらいでしょ、今。って考えると、やっぱパイクって強いね。ミスった、スキル全部打ってからアルティメットを打つというバカな男。バカすぎ今の。なんであんなプレイしたやろ今。自分が信じられないよ。そう、 CD モリモリバラスならもうウルト空いてるのに。そうさ、バロン取った後に戦うのやめえ、マジで。バロン取った後はリコールしろ、まずバカが。勝ってる、俺がバカでした。ごめんなさい。ボクチンがバカでいった。チンがバカであった。735。いいダメージ。え、取らないの？なんで？え？何この人。アーバフとか結構嫌いなタイプかな。
あげたいよね。バカおちんちんってこと？バカおティンティンってこと？優しい。あーチュキ。俺将来結婚する人は自分がローヘルスの時に絶対割ってくれる人にしよう。マジだ。これ終わるか？終わらせるしかねえよな。うわーい、ポン。いいやん。いやでも、いやミスったら、でも最初ファーストいや学ぶいらんかったな。なくてもやれるな、やっぱ多分。ちょっとミスったな。せっかくの。やっぱでもバルスって、脅威バルスってさ、賞味3コアがパワースパイクやん。いやでもそこ、いや3コアって1コアから3コアがパワースパイクなわけやん。やっぱマナムネ行くの渋いか、後半に向けた。まあね。いやでもね、前やった時に意外といけたんだよな。無駄にスキル打たなければ。まあ無駄に、だから、ファーストストライクを無駄に溜めようとしなければ別に全然いけるんだよ。まあまあ、でもバフされたバルスと激うまパイクでしたっていうことでね。パイクうまかったね。こういうサポートは助かります。ありがとうございます。いつも感謝します。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。